はい、どうも、社畜です。本日もあつ森をやっていきたいと思います。てかさ、この動画を撮る前に約4時間ぐらいスプラトゥーン2を実はしてたんですよ、プライベートで。そのおかげで声が今ガラガラなんだよね。皆さん聞きづらくないですか？大丈夫ですか？いや、こんなにね、声ガラガラになったの久しぶりだよ。めっちゃガラガラなんだけど。なので今日はね、動画を簡潔に締めさせていただければと思います。いやー、本当に喉が痛いわ。この後さ、ちょっと龍角散喉飴舐めるわ。あれめっちゃ効くからね。てかさ、その前にちょっともう一つね、話していきたい内容がございまして、今画面に出したんですが、マリオコラボですね。マリオコラボ、これ完成度めちゃくちゃ高くないですか？昨日の任天堂ダイレクトで詳細が明らかになったわけなんですけど、すごいよね、完成度が。ここだけ見ると新作のマリオに見えてしまうよね。特にドッスの完成度高すぎでしょ。マジでこれさ、マリオだよねっていう。うん。もはや何のゲームしてるのかわからないよな。ちなみに、マリオコラボの家具は全部で33種類あるみたいです。多くないか、33種類って。まあ、リメイクができるかどうかはわからないんだけど、いや、リメイクはできないか。まだね、そこは確認できてないんですが、またね、後日、まとめた動画を出そうと思っているので、もしよければこれを機会にチャンネル登録して、これからも動画を見ていただければ幸いです。で、今から本題に入っていきたいわけなんですけど、実はね、あと数日で終了のイベントがございます。まあ、イベントっていう言い方が正しいかどうかわからないけど、具体的には雪だるま作りですね。皆さん、雪だるま作りはされてましたか？されてますか？どうですか？そうなんだよな。雪だるま作りも確か12月の上旬から始まったと思うんですけど、それもいよいよね、終了なんですよね。2月24日で。だから本当にあとわずかですね。マジであと数日じゃん。やべえぞ、これは。駆け込んでやらないと、ね。なかなか終わらないよ、これ。ちなみに、雪だるま作りが終了ということで、それに伴って雪の結晶であったりとか、あとは雪だるまレシピも入手することができなくなってしまうので、そこも注意が必要ですね。雪の結晶も今ね、島中をふわふわ舞い散ってるわけですけど、これもね、あと数日で見れなくなってしまうんですよね。いやー、本当に春が近づいてきましたよ。なんかそう思うと、もうすぐ春だなと実感しますよね。ちなみに、今回の雪だるまシリーズの家具なんですけど、なんとね、全部で15種類あるんですよ。多くない15種類って。全部コンプリートした人いますか？あとは氷シリーズっていうものもございまして、こちらに関しましては全部で8種類ですね。なので合計23種類あるわけですよ。そう思うとすごいよな。確かキノコ家具とか、もみじ家具って8種類ぐらいしかなかったよね。他の季節家具とかも同様なんですよ。なので23種類ってダントツなんですよね。だからコンプリートできてない人も結構多いんじゃないかなと思っています。ちなみにね、この雪だるまシリーズと氷家具シリーズ、すべてコンプリートしようと思うと、雪の大結晶が雪だるま家具では16個。で、雪の結晶が雪だるま家具では91個。氷家具では61個必要になってきます。なので雪の結晶も相当な数必要になってくるわけなんですよね。やばくないか。雪の結晶合計で152個必要なのか。やばすぎでしょ、冷静に考えて。152でしょ。確かもみじ家具ってさ、40個から50個ぐらいでコンプリートできましたよね。そう考えるとなかなか鬼畜やな。うん。まあそういったね、鬼畜なシリーズも本当にあとわずかで終了なので、皆さん気をつけてください。で、あとね、1点補足させていただきたいんですけど、2月24日に終了ですよ。よくね、2月28日までって勘違いしてる人いるんだけど、それはね、夏の貝殻なんで。そうなんだよね、夏の貝殻も南半球で集めている人結構多いと思うんですけど、そちらの方も2月28日で終了になります。よくね、ごっちゃになるんですが、ここの終了日を皆さん、ぜひね、覚えておいてください。よく間違えてる人がいるので。まあ、とりあえずそんな感じかな。いやー、だけど雪だるまもいよいよ終わりか。うん、なんか寂しくなりますよね。本当に終わってしまうのかっていう。ただ逆に言うと、いよいよ春の訪れですよ。いやー、春がようやくやってきたが。ちなみにね、気象庁の発表では春一番2月4日に吹いてたらしいんですよね。皆さん知ってましたか？2月4日に吹いてたらしいんだよ。だから今から約2週間前ぐらいなのかな。ちなみにこの2月4日っていうのは史上最速らしいわ。何気に史上最速っていうね。普段からテレビとかのニュースを見てる人であれば知ってる人多いかもしれませんが、今年の春一番史上最速なんですよ。なので今年の春は比較的暖かいということが言われてますね。
逆に熱くなるんじゃないかっていうことも言われているんで、まあ僕としてはね、非常に嬉しいですね。寒がりなんで、暖かいのか、やったぜみたいな感じかな。まあ言ってもね、まだまだ寒いですよね。2月もようやく下旬に差し掛かったところだしさ、まあ3月の中旬ぐらいまで、まだ比較的涼しい方なのかなと思いますね。はい。まあちょうどね、やっぱり3月とか4月が一番過ごしやすいですよ、1年の中で。なんだかんだ言いつつね。お、みすずちゃんいるね。何それなんかすごい服装してるね。ちなみにマリオコラボのアップデは2月25日に入るっていうことが現時点で確定しております。2月25日、実はね、牧場物語オリーブタウンの発売日と被るんですよ。マジかよっていうね。動画どうしよう、結構大変やな。マリオコラボ動画出さないといけないし、それプラス牧場物語もあるわけでしょ。やべえな、牧場物語か。ちなみに皆さん、オリーブタウンはやる予定ですか？どうなんですか？動画見てる人でどれぐらいの人がやるんだろう。ちょっとそこ気になるよね。もしよろしければ牧場物語やるよっていう方はコメントしていただければ幸いです。お、クリスティーヌちゃん久しぶりだな。あ、シャシャ、今日もバッチリいけてるね。そうか、いけてるか。お話しようぜ。いい天気だと外でおしゃべりしたくなるよね。金くれ。いや、お金はあげないけどお金はあげないけど、空を見てみると本当だ、天気がめちゃくちゃいいですね。ただ冬のいいところはこうやってね、天気がいい日が多いところですよね。天気がいい日が多いですからね、冬は。ただそこだけが唯一いいところだわ冬って全体的に天気がいい日が多いですからね。まあ、逆に夏とかは暖かいんだけど雨の日が多いじゃん。だからまあそう思うとどっちもどっちって感じかね。まあ冬もいいところあるし夏もいいところあるみたいな、まさにそんな感じでしょうか。お、レイジ来てるじゃん。ちょっとね、実はお前に俺会いたかったんだよおめえに会いたかったんだよな。で、なんでレイジに会いたかったかというと、実はね、低木を買いたかったんですよ。まあ当たり前か、雑草の買い取り。いや、雑草の買い取りはいいよ。レイジめっちゃ久しぶりやな。で、なんで低木を大量に買いたいかというと、そうなんだよね。自分の島、実はちょっと作り変えようかなと思っていて、山っぽい島にしようと今思ってるところなんですよね。山っぽい島ということで、やっぱりね、木だけじゃなくて低木も大量に植える必要があるかなと思っていて、低木をね、大量に買っていきたいわけなんですよ。てかさ、低木これ、5個ずつしか買えないのどうにかしてほしいよね。結構大変なんだけど。多分同じように思ってる人結構いないか。これ50個とか100個とか買うことができたらめちゃくちゃ楽なんだけど、5個ずつだと相当時間かかるよね。だって300個買おうと思ったらこれ60回繰り返さないといけないんでしょ。60ってなかなか大変じゃないか。あー、ちょっと待って、違うよ。かぼちゃの苗はいりませんよ。かぼちゃの苗は。申し訳ないね。俺が欲しいのはこの赤い椿の苗だよ。まあ、別に何の低木でもいいんだけどね。まあ、とりあえず赤い椿の苗を買っていきましょう。いやー、レイジもかわいそうやな。飛び森時代は確かタヌキデパートの1階にレイジの園芸店みたいなのがあったんですよ。ただ、あつ森最新作にもかかわらずレイジがね、外に締め出されて、今では行商扱いになってますからね。かわいそうじゃないか、雨の人が特に。ぜひね、たぬきデパートも実装していただければありがたいですね、任天堂さん。俺さ、地味に今回のアップデート情報で、もしかするとワンチャン、たぬきデパートがあるんじゃないかなと思ってたんだけど、やっぱりなかったかっていうね、マリオコラボだけでしたね。まあ、マリオコラボだけでも十分嬉しいんだけど、たぬきデパートがなかったのが残念やな。いつになったらさ、結局たぬきデパートって出るんだろう。ちょっとそこ気になりますよね。結局いつになったら出るのみたいな。はい、ってことで、低木を大量に買っていきましょう。果たして、レイジはいつになったら、タヌキデパートに復帰することができるのか。てか、グレイスの存在も気になるよね。グレイスって結局どうなるんだろう。未だにグレイスの影の一つも見えないけど、結局どうなるんだろうね。さあ、タヌキ商店の中に入っていきましょう。たださ、今、たぬき商店に来たわけなんだけど、たぬき商店が、たぬきデパートになる未来ってあまり見えないよね、今作だと。なんだろう、やっぱり島の景観的な問題もあるのかな。やっぱり島ということで、島にデパートがあったらめちゃくちゃ違和感なんだよね。まあ村にデパートがあるのも違和感だけど、島の方がやっぱり違和感あるよねっていう。ただそう考えるとなかなかきついのか。もしかすると、デパートは実装されなくて2階建てになる可能性はあるのかなと思いますね。
デパートじゃなくて、なんか単純に2階もオープンしますよみたいな感じになるかもしれませんね。デパートは今作さすがに難しいのか、どうなんだろうね。お!じゃじゃ丸、中華の椅子って29,000ベル、そんな高いの?いや、そりゃ普通に高いわ。そんな高かったっけ?待って待って。そんな高かったの?いや、それはかなり厳しいね、ちゃちゃ丸。俺も厳しいわ。29,000だと。2900ベルだったら買えるけどね。29,000は高すぎるわ。はい、ということで、今日の動画この辺りで終わっていきましょうか。さあ、とりあえずね、この動画で言いたかったこととしましては、雪だるま家具シリーズがもうじき終わるので、ぜひね、ぬくもれないように皆さんゲットしていきましょう。南半球の方は夏の貝殻か。夏の貝殻集めも頑張っていきましょう。まあ、とりあえずそんな感じかな。とりあえずあと数日で、マリオコラボのアップデートも入る予定なので、皆さんぜひ期待しておきましょう。ではまた次回の動画でお会いしましょうか。バイバイ。最後にチャンネル登録もよろしくお願いいたします。